こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん。もちふわのゲーム部屋さん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。タコボーイの死んだ時の一種類の声がバナナに聞こえます。調査お願いします。長文失礼しました。 OK ということなんで、今ガールか。ちょっとこれオクト変えてみましょう。はい、まずはタコボーイに変えて OK。水没でもいけるかな。死ぬ時の声か。めちゃめちゃ喋った今。待って、もう一回めっちゃ喋るな。これじゃダメかもしれんな。水没用のやつがあるんかも。水没がダメとなるとやっぱりオクトで見るしかないか。丸待てよ。安くていっぱい死ねるところ、ここかな。ここちょっと行ってみましょう。多分ナマコに爆発されるときにもなんか喋るはずなんですよね。で500円、 OK。 ちょっと行ってみようか。あれ、あ、これもしかしてフグ撃たんかったら全然大丈夫な。何発でも撃てるわ、ほら。フグ撃てば全然カウントされんのんじゃん。ほら、いやーちょっと聞こえづらいな。爆発の音が大きすぎるな。いやここダメだな、聞こえんな。あ、今バナナって言った。あれかな、バナナミニオンみたいだな。よし、ガチホコ系にしてみよう。ここだとゾネスちゃんと戦えるし、500円で、ここ何機あるかな。え、あ、丸みさ構えたぞ。マジか。あー、よし、姫ちゃんに怒られたけど全然知らねえな。ワンワン、あ、これ聞こえる聞こえる。よし、あ、そうか、5分間やり直し OK なんだ。死に放題サブスクだ。キル調査、デス調査のサブスクがあったぞ。 OK。 さあやってくれ。痛い痛い、俺が喋っちゃダメだ。そうだった。ああ聞こえねえな。ミャンミャン、いくぞ。何やってんだよ。バナナ、これかもしれん。今のかもしれねえ。バナナ、ホコのバリアをインクショットで割り、ホコに触ってください。めちゃめちゃ初歩的な説明されてますけど違うんだ。全然当たんねえな。よし、今のじゃないな。バナナ、今のか、今のだ、絶対そうに違いない。ゾネスちゃん大パニック。よし、回復するぞ。あ、喋っちゃった。くそ、うれり、めちゃめちゃやってくるよ。くそ、何回かバナナっぽいのあったんだよな。そら怒るよな、姫ちゃんもな。来い、アワビーって言ったな今。あ、バナナ。最後バナナとアワビが来てた。オッケー、はい、多分今のよね。バナナっていうのと、アワビっていう。アワビもありましたよ。OK、次行ってみましょう。じゃじゃん。内田さん、ありがとうございます。小ネタです。帽子屋の右手にイカの木があります。知ってたらすいません。
帽子屋。ここか。右手。あ、これ？これかな？これね、なんなんかね。確かこれなんか乗って、こうしたらブルブルするよっていう。ほら。小ネタ前もあったんですけど。で、その時はこれがスマホ、まあ、イカホか。イカホっていう風に書いてあったんですけど、実際のところこれ何なんかがよくわかってないんだよな。なんだろうこれ。おもり？この商品が飛んでいかんようにするおもり。商品めちゃめちゃキラキラしてるじゃん。これなんなん？帽子屋じゃけ、まあ、ストールかな？ストールのワゴン。で、ストールのワゴンなんですけど、このキンキラキン。金箔を編み込んだストールだけめちゃめちゃ高いんじゃないですか。じゃけ、おもり、風で飛んでいかんように、木のイカのおもりがあるとか。そういうことにしとこうか。ね、これ乗ったらプルプルするんだよ。プル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 。オッケー！次行ってみましょう。じゃん。ゆいさん、ありがとうございます。広場にいるクラゲちゃんがたまに水たまりを触って遊んでいるじゃないですか。それ以外の子はちょっとずつ押せたりしますが、その子だけは頑固として動きません。知ってたらごめんなさい。なるほどね。クラゲちゃん、こういう。あ、こういうね、フリームーブ系のクラゲちゃんたちは押したら動くんですよ。これね。ほら。おい、おい。あ、動く動く。ほらほらほら。こうフリームーブ系なんで。ただ、この固定系のクラゲちゃん。例えばこのさっきのね、水で。これなんか水をぴょって飲むよね。ぴょっ。っていうクラゲちゃんは動かない。シロハンは動かない。で、この多分、母ちゃんも動かんよ。ほら。母ちゃんたまにしか出てこないレアキャラなんですけど、このね、息子の、このスケボーを見守る母ちゃん。おい、痛い。おい。注意してよ。何の絵これ。これ何の絵？これ何の絵だ？で、母ちゃんも動かない。岸辺露伴は動かない。で、寝とるクラゲちゃんはまあ、寝てるからな。あとさっき、この、オーディエンス系は動かんかったね。このね、踊るイカちゃんを見る。連休明けか。お疲れ。踊るイカちゃんを見る、このオーディエンス系も固定されてますね。なるほど。なんで、クラゲちゃんの中には固定系とフリームーブ系がいるという、これですね。オーケー。その中の代表格。水遊びクラゲ。これなんか食べるらしいですね。俺、クラゲを飲みよう。クラゲじゃねえわ。水溜めるよね。水を飲みようかと思ったんですけどね、最初。これ本当に僕が一番最初の小ネタ集で、一番最初ぐらいに紹介したネタなんじゃないですかね。クラゲちゃんなんか飲んでるよ、つって。オーケー、次行ってみましょう。じゃじゃん。お悩み相談です。最近クラスの人から遠回しに悪口言われてる気がするんですが、どうすればいいでしょうか？できればRさんに相談に乗ってほしいです。なるほどね。これはね、あるよね。そうそうそう。大体はね、自分の勘違いなんですけど、僕もあったんですよ。なんか、あの人から嫌われとんじゃないかな、みたいな。思うことあったんですけど、まあまあ、よく、ね、まあ、そこから時が経って、いろいろな話をすることに、そんなことねえよ、みたいなね。だって自分がね、悪い方向に考えてしまって、そう思うことっていうのもあるんですけど、実際何かあったんですかね？この、言われてる気がするってことは、直接聞いたりしたわけじゃなさそうなんですけど、そういう言われてるような、シチュエーションがあったとか、そんな感じなんですかね。まあね、学校だよね、クラスってことはね。なかなかね、学校ってすごい特殊な環境で、世界がね、狭いんですよね。それこそまあクラス単位で考えたりとかするんで、そこの間で悪口言われてるってなったら結構辛いと思うんですけど、実際ね、多分そんなことはほぼないと思うんで、うん。ね、まあ確認のしようもないところが辛いなんですけどね。危険じゃん。悪口言ってる？みたいなね。危険もんね。そう、まあね。これは、こればっかりはもうコミュニケーションを取っていったりとか、そこの世界が変わる。まあ、クラス替えとかね、学校卒業とか、っていう風にしないと根本的な解決にはならないんですけど、まあね、そうなんよ。学校っていうカテゴリーを出ると、もうだいぶ世界は広まってきます。
別に、例えばまあバイトをしたとしましょう。そこに嫌いな人がいました。それを続ける理由ってないけね。やめて別のバイト探せばいいとか、そういう風にすごい簡単に世界変えれるんですが、学校ってそうもいかないんでね、なかなか難しいと思うんですけど、うん、大丈夫です。オッケー。まあね、これがね、実害があって、例えば、なんか、いじめとか嫌がらせがあるとしたら、周りの大人の人に相談しましょう。というか、親ですね。親御さんがいるんだったら、親御さんにまず相談をしてください。僕だったら子供に相談されたら嬉しいと思いますよ。辛いことをね、秘められてる方が、親も辛かったりするんで、辛いことがあったら、すぐ親御さんに相談しましょう。OK! じゃじゃん。ラスカルさん。B03 の箱全部壊したら気持ちよさそう。これやってみるしかないな。回してでんでん滑って落ちたら、チョベリバー駅。回しながらゴールする。なんだこれ。ここの箱全部壊したら気持ちよさそう。壊してみるか。え？なんだっけ？あ、ここ、洗濯バサミ怪獣がおるところじゃん。箱なんかある？うわーすビビったな、ひめちゃんな。マジ箱ねえんすけど。ナメッププレイにしよう、じゃあ。ちょ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 。箱全然ないよ。やばい、これやばいな。OK、登れた。これ多分違うステージのことかな。箱が見当たらない剣。ほいー。箱が見当たらない剣ですよね。ちょ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 ん。曲者トトトトトン。誰にも当たってない。平和な弾だった。オッケー。ちょ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 い。たた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 おーっと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 。さあ行こうか。ララ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 。危ねえ。箱一個もなかったな。このかっこいいロボットがおるところ、箱ない。オッケー。オッケー。最後は箱なかったんですけど、まあ楽しかったんでよしとしよう。という感じでこのチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。何か面白いこと、依頼、相談、悩み事、何でも YouTube のコメントに書いてください。Twitter でもいいんですけど、Twitter はほぼ見れないんで見逃すことがあるんで、YouTube のコメントで書いていただけると嬉しいです。オッケー。じゃねー。バイバイ。